どうも皆さんこんばんは、オカメのチャンネルこと、本日は狭間黄昏やっていきたいと思います。急に今にお父さんにご飯だよって言われたら、知らない男の人だったっていう。今でくつろいでいる。誰が頭がおかしいのか。あ、こんなこともやれてたんだ。できるだけいつも通りにしていて。結構面白いかも、この話。なかったな。寝た方がいいよ。狭間のことか。そんな話があるものか。次回。はいはい。人物。学級で一番背が高い。腕を組む。マジか。草相撲。野球部万年補欠。はい。いきます。自分と違う学級だが、躊躇なくお支配で。躊躇。カメラ、勢いよく。そうなるね。どういうことさ、一体。全員がエリアになってる。何がどう違うんだろうね。知らないっていうのは。
学校の人間の人たちは何だっていう。まだ全然何のことかさっぱり見えてこないな。ほう。何これ、同じ境遇に身を、何これ、やつっす。意味は痩せるほど夢中になる。へえ。そうだ、その通りだわ。え、この世界の秘密を知ったから？へえ。知らないね。残念ながら謎ですよ、それは。なるほど。
確かにそうだね。どうしたらいいんだろうね。目的は2つ。なるほど。元に戻すの？戻せるの？こんなの。なにこれ。なにまぶた？瞳？まぶた？開閉式の日。そうだな。格好の助け舟ね。ほう。未回転を求めるのはでも一番間違ってるね。そう？そんなことはないと思うけど、別に。まあ、プライドがあるのか。プライドが高いのかもしれないね。ああ、そうだろうね。手のひらの金魚って感じ、まさに。次回、影二つ。はい。それでは、第2話、終わったので。この目が気になりますが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。岡村でした。アディオス。アミゴス。またね。